東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、工藤官九郎のオールナイトニッポンゴールド。というわけで、先週募集しました監獄の姫様の主題歌のなんて言ったって監獄、本当は違うけどね。まあ、一応作りましたんで、そちらの、曲の方がね、今回なんとかなり来ました。びっくりしたね。8? いつもより全然多い。8? 全然多いね。8人から送られてきました。その中から今日は時間の関係で4つ選ばせていただきました。というわけで、一応歌詞読みます。はい。番号 !1、2、3、4、5、ロックンロール !7、8、9、10月17日スタート、ちなみにここ猛虎班です。鉄格子のある窓から見えた月は綺麗でした。ここミッションです。月が綺麗だねと、微笑んでくれる人はここにはいない。いいよね。ところでやたらと父のでかい刑務官は、どこ出身なのだろう。満月の夜は、受刑者もみだらになるの。月から見た、私は、汚れているのかしら。太陽の下を、もう歩けないのかしら。膝が痛い。腰も痛い。明日の作業できっと、肩が上がらない。高視聴率、高視聴率、高視聴率。流れてない星に向かって、早口で唱えた。あんたもキョンキョンって言うのかい？私もキョンキョンって言うんだよ。そして今日も番号で呼ぶ。はい。ああ、こんな歌詞です。素晴らしい。さあ、早速、いただきましょう。これね、初めて送ってきてくれた方です。はい、中緑さんから来ました。聞いていきましょうか。聞いてる間も声出ますよね。どうぞ。どうした？どうしてこうなっちゃった？鉄格子の窓から見えた月は綺麗でした。あ、俺あれか、ね、ドキュメンタリーとかでやってるような感じでボイスチェンジしてんだ。ところで、やたらと父のでかい玄関はなんだろう、やっぱりニャンコスタッフですね。ある調査によれば、巨乳が多い都道府県は京都と岐阜で平均以下。反対に最も貧乳な県は埼玉県である。満月の夜は受刑者もうまいな。誰になるの。歌うまいな。汚れてるのかしら。なんだろう。太陽の下をもう歩けないのかしら。おー、うまいうまい。膝が痛い。腰も痛い。最高です。私の作ったこの曲、ぜひキョンキョンに歌ってもらいたいだし。感じある？どう？来月もし小泉さんがゲストで、あ、直接お願いができる。もう直接お願いしようか。まあ来るかどうかわかんない。まあそもそも来るかどうかわかんないんだけど。そうだな。ありがとうございます。フルで聞いちゃいましたね。ね。なかなかでしたね。聞き応えあったね。うん。